その線が描くのは生きる力。その線が描くのは命の喜び。今日のグッドサインは最後のカチン作家お金みきおさん。甲賀忍者の里として有名な甲賀市甲南。ここに日本の着物の美しさの原点を表し続ける作家がいます。お金みきおさん、カチン染めの絵師です。たった一本の筆から荘厳な静けさに満ちた世界を生み出していきます。墨と白と黒だけの世界ですから、心構えとしてはこの目に見える部分やなしに余白の美しさ、最小限のもんでものを表す、そういうなとことはつながるとこがあると思います。これがカチン染めの技法。繊細な一本一本の線が紡ぎ出す豊かな自然や命のみずみずしさが見るものを虜にしていきます。着物好きの人たちに密かに愛し続けられてたなんか着物で、いつの間にやら私だけがするようになってしまいました。友禅染めの原型とされるカチン染め、その技法は絵画の原点デッサンを彷彿とさせる高度な描写力にあふれています。カッターナイフで削ったような細くて鋭い線、戦国武将たちが戦いに明け暮れる中で勝つという縁起物でカチンという、元来この仕事はそこから出てきてますね。けれどもお金さんには心を支え作品をプロデュースする人がいます。生涯の伴侶エリコさんです。お金さんの生み出す作品の最大の理解者です。京都の中に密かにこの流れ続けている美意識、みやびさ、そういうものがこの流れているんだと思うんですわ。だから私はこう田舎で静かに絵を描いておりますけども、大地の呼吸を感じながら、空気の風の流れを感じながら、肌に感じたその世界をその着物の中にこの流し込んでいく、集中力ですかね、集中力と観察力が必要だと思います。色彩にあふれた豪華絢爛な現代の着物、その対極に位置する静筆な世界に佇むカチン染めの美。お金さんとエリコさんの見つめる先には、真実の美に彩られた揺るぎない世界が広がっています。楽しい思い出を作ろう。